日本の原風景が広がる石川県小松市金ヶ曽に廃校となった小学校をオーベルジュとして復活させたレストランがある。お店の周りの食材に始まり、北陸の食材を味わい尽くす。日本遺産に認定された石川県金ヶ曽にある過疎化で廃校となった小学校がオーベルジュ王府の舞台である。店名の王府とは、金ヶ曽の自然や食文化を支える清らかな水王と、外からの火風を灯すことで新たな価値とイノベーションを巻き起こしていくことをイメージしているのだとか。料理はフランス料理をベースに、金ヶ曽の自然を皿の上に移すようなストーリーを感じさせる。食材はシェフやスタッフが王府の近隣の土地や河川で採取してきたものも多い。ちなみに金ヶ曽には水芭蕉の自生地が残る原風景が広がり、澄み切った名水が地に滴るほど豊かなのだとか。仕込み水にはその霊峰白山の雪解け水を使う。水の柔らかさはこの土地ならでは。そんな物語と思いのこもった王府の世界へ迷い込んでみよう。我らがオーベルジュ王府がある金ヶ曽町が、とソムリエのお店への誇りと地元への愛を感じる一言でショーが始まる。なんだか客人もどっぷりその愛を味わいたくなる。最初に用意されたのはお水。金ヶ曽町は水が美味しいことが有名だそうで、地場の水に菊の香りを移したもの、喉を潤すにこれ以上爽やかなものはないかもしれない。本日はノンアルコールのペアリング。一杯目は水芭蕉の金銭茶、台湾茶を使ったスカッシュ。爽やかな香りとさっぱりした喉越し。ウォーターの一つ目がよもぎのシフォンケーキ。お店の周りに生えているよもぎをたくさん使ったもの。よもぎのいい香りが立ち込める。二つ目は白カジキ。下にはライスペーパーをおしめのようにくるっと揚げたものを敷いて、その上には薄くスライスした白カジキ、発酵キャベツを乗せて、ピンクのお花はお店の周りに自生するタジの花。三つ目は土壌。お店から5分程度のところにある川で養殖されているもの。それをお店のお隣にある野口直彦研究所という日本酒の酒蔵のお酒を使って、土壌を酔っ払わせてちょっといい気分にさせてカラッと素揚げにしている。最後にお塩で味を整えているが、自家製の甘酒とヨーグルトを使ったディップにくぐらせても美味しい。こちらのディップ、後から出てくるパンにもよく合うそうな。よもぎの苦みが絶妙な大人のシフォンケーキ。しっとりとくるこの甘さと、泡がふわっと消えていくヤシュの感じ方はとても楽しくなる。白メカジキが想像していなかったスモーキーさで口の中に広がる。ライスペーパーの食感とともに一口で不思議な世界に迷い込む。まずはそのままいただく。野生味をお酒の風味がまろやかに包み込む。ディップをつけると爽やかさが降ってきたかのように明るくなる。二品目はハマグリと菊を使った洋風の茶碗蒸しフラン。中にはでけえなめこという大きななめこ、上には菊の花を浮かべている。一緒に供されるペアリングの2杯目は柚子の葉を使った釜入り煎茶。お隣の野口直彦研究所に大きな柚子の木が3本あり、その葉をもらってソムリエが釜入りにしたもので、お料理に柚子の香りを足していただくイメージ。いただいてみると温かいお茶で
あまりに爽やかに柚子の香りがあえてすごくとつけたくなるくらい入ってくる。見た目にはさっぱりとくるのかと思いきや、菊の花が想像以上に存在感を発揮して、残像が舌の上に残りつつゆるっと消えていく。三品目は甘エビを使ったお料理。フレッシュな甘やかなエビの香りに、そうめんかぼちゃ、下には白ナスのタルタルを敷いて、上には濃い緑色をした甘エビの卵と干し草を合わせて、さらに食感を楽しめるように甘エビの頭をカラッと揚げたフリット、エビせんを別皿で。ペアリングの3杯目は発酵玄米を使った甘酒。お米の甘やかかつねっとりとしたテクスチャーが甘エビに似て相性がとてもいい。少しだけハーブの香りの甘さのオイルで甘さの変化をつけている。甘くしっとりとぬめっと舌にまとわりつく青い感じが口の中に残る。この味と食感が不思議と癖になり、スプーンが止まらなくなる。エビせんは立派に手を広げているのに、サクッと壊れるのが心地いい。能美市にあるドイツパン屋さん、ブロートルーフ・ビオ・ベッカライのドイツパンを自家製のバターでいただく。バターはココナッツオイル主体で、最後に藁でいぶして香り付けしているのだとか。このバター、ゴールデンタイムは30分ほどらしいので、速やかにいただく。パンの酸味を包み込むココナッツオイルの中から感じる深みが優しい。次のドリンクはプーアール茶。中国の麹菌を使った高発酵のお茶に、山で採れた実山椒をコーヒーを焙煎するようにローストしたものを振りかけて、山椒のフレーバーを楽しむ少しだけ温かいお茶。山椒の風味をこんなにもありがたいと感じる、なかなか悩ましいお茶。4品目はキノコのお出汁とレンコン。ローストしたレンコンとその下にはレンコン餅。炭火のいい香りがする。そこにキノコをたくさん使ったコンソメスープをかけていただく。キノコの奥深い森の香りが立ち込める。この香りを楽しんだ後、レンコンの2種類の食感を楽しむ。炭火の焦げた味が香ばしく、キノコが深く絡んで旨味を増す。ホクホクとしたレンコンの甘みと相まって和のテイストを感じる。レンコン餅はびっくりするほど柔らかく、もちっとさらっと喉を落ちる。そしてどこまでもキノコのコクがしっかりすべてを底上げしてくれる。次のドリンクはノンアルコールビール。ホップやライムを使った爽やかな香りの中に華やかさを持たせている。上にはちょっとした泡感を持たせて、そこにタンポポコーヒーの香り付けをしている。5品目は野草を使ったタコス。シェフがオーフをオープンする前に2年間アメリカで働いていた時があり、その時タコスにインスピレーションを受けたのだとか。季節によってさまざまなタコスを紹介しているそうな。この時はガレットは米粉に炭粉を使い、わずかに甘みのあるものにしている。その上にはエゴマやつゆ草などを敷いて、さらに白キャベツにごぼうの赤ワイン煮といった発酵野菜を乗せて、ジビエのイノシシ肉を置いて、最後はごぼうのささがきを乗せて、こんな風にガレットでくるっと巻いていただく。エゴマがよく効いて、イノシシが重くなく、旨味がうまくまろやかにまとまっておいしい。6品目は冬瓜を使った箸休め。
鶏のお出汁をベースに八角などを合わせて少し甘やかに炊いている。上にはさっぱりしたあんをのせ、石川にちなんで金箔で華やかに仕上げ、量といい見た目といい、なんとも箸休めとは贅沢な、たまらなくほっこりする石川を感じる一品。次のドリンクは高知県で作られているごいし茶。乳酸を添加させて発酵させたお茶、中国のウーロン茶、淡草茶を合わせたもの。淡草茶を煮詰めると出るとろみとフルーティーなフレーバーが楽しめる。七品目はキジハタ。石川県ではなめらと呼ばれている。皮目をしっかりと焼き、身は優しい火入れにしてある。上にはネギとスタッフが山で採ってきたたっぷりのみょうが、その上にくるみとピーナッツを乗せて、熱々のピーナッツ油をかけて、さらにお魚をたっぷり使ったお出汁と魚醤で味を合わせたソースがかかっている。皮がパリッと身がふわっとは想定内。それ以上に和洋折衷のような食感と複雑なソースの味に、いい意味で目が覚め驚きを隠せない。次のドリンクはカンパリソーダをイメージしたもの。アルコールを飛ばした赤ワインに乾燥させたベリーの粉末、熟成させたバルサミコ酢、スモーキーな香りを当てたローズマリーのブレンドを楽しむ。八品目は能登イノシシを炭火でじっくり炭入れしたステーキ。付け合わせには小松市の有機野菜の西田農園のオクラと北あかり。イノシシの肉のお出汁に粒マスタードとエシャロットを合わせた甘辛いソースをかけていただく。ちなみにお肉は肩ロースとヒレ。まずは肩ロースからいただく。塩味がしっかり効いているのに、とてもライトな仕上がりでぐいぐい行きそうになったところで、なんと追いソースがあるという。追いソースをするとぐーっとソースの旨味が深いところから浮かび上がり、肉をまた別物に変える。ヒレ肉の方がイノシシを感じるが、ソースとの相性が抜群にいい。9品目はアスパラを使ったリゾット。大府の目の前にある田んぼで採れた新米を使っている。品種は石川県が誇るホタル米だそうな。アスパラのシャキシャキとリゾットらしいお米の硬さではなく、優しいお出汁に包まれて柔らかく溶けていく食感がたまらない。10品目は梨を使ったお口直しのデザート。一番下には梨のコンポート、ハーブティーのジュレ、上には薄くスライスした梨を花のように並べ金箔で飾っている。ライムの香り付けをして小さく散りばめられているのは、なんと杉の新芽。爽やかな香りの一品。最後のペアリングのドリンクは香ばしく焼き上げた梨やキャラメル、くるみの香りのついたもの。とっても甘くてとってもフレーバー。11品目はメインのデザート、栗のパイ包み。栗は大府の裏にある栗の木で採れたもの。栗の渋皮煮と栗のあんをパイで包んで焼いている。添えているのは小松市で採れた白いちじくをカラメルで甘く仕立て、白いちじくの下には白いちじくのジャムを敷いて、ブランデーを効かせた芳醇な香りを放つソースでいただく。ミニャルディーズはキャラメルのシュークリームと加賀棒茶を使ったチョコレート。パイがサクッと、栗が固めにねっとりと、そしてブランデーの香りが麗しい。なんとも大人な味。
白いちじくが最後にきっちり締めてくれる。ミニアルディーズに合わせて食後のコーヒー、ごちそうさまでした。豊かな自然と環境に恵まれた金ヶ曽の名水は、地域の農作物や動物を潤わせ、さらに海へと脈々とつながり、魚介類の命を育む。金ヶ曽はまさに水があらゆる美味しさを招く知られざる食の秘宝のような土地だと聞いていた。訪れてみるとその意味がよくわかる。驚くほど豊かな食材と、それを巧みに調理して一品に仕上げた一皿一皿は、忘れることができないくらい美しく楽しい。地域の食材だけではなく、当然のように北陸の食材が使われているわけだが、これだけ豊かだと四季折々訪れてみたくなる。キャッチコピーは、里山の可能性を新しき感性で切り開く。冒頭で日本遺産に認定されたと話したが、それは2016年に認定された日本遺産珠玉と歩む物語を構成する文化遺産の一つ、金ヶ曽石切場のこと。王府から望むことができる金ヶ曽石切場から大正時代以降盛んに切り出された日回市、国会議事堂など全国の有名建築に利用されているのだとか。今ここにある素材を当たり前に生かしながら、自由な思考と感性で新たな息を吹き込み、メニューに落とし込んでいく。人々の記憶を映す学び者に吹く新しい風をイメージできる場所、そして食と人々が行き交う場所でもある。せっかくのオーベルジュ、今度は宿泊して里山の原風景を楽しみながら、食事を味わい尽くしに伺わせていただきます。